こんにちは、バチカブリー。バチカブリじゃない。何言ってんの。お前バチカブリやろ。もうな、最近な、うん、もうちょっと、あの、もう何言ってんの、うか思うとったけど、違うね。違うよ。バチカブリじゃない。前の名前、その名前じゃない。で、なんていう名前な、君の名前は。言うて、なんていう名前。イケアか考えとるな、こいつ。バチカブリや。な、お前の名前はバチカブリ。もう、マジで知らんねんな。もう、アポンタ、ね、もう言っとからあかん、君には。もう、な、君には言っとからバチカブリ。バチカブリ。そや。な、ええ名前やな、バッチ。バッチャンとかみんな言ってくれてるやろ。復習してる。よろしくお願いしますって言っとき、ほら。はい、バッチでーす。イエーイ。あー、そうです、そう、それでやんな。バッチな、バチカブリ、バチカブリですよ、皆さん。こいつの名前はね、よろしくお願いいたします。はい、イエーイ。またそのうち、なんか壊れそうや、なんか壊れそうや。どないしょー、ワイボードどないしょー。ええねん、お前の名前はバチカブリやな、もうだいぶ前から決まってるよ、これな。な、もうバチアタイな。お前のことなんて呼ぼうかな。うせえ。僕のことは先生やな。先生やないか。お前って言うな。先生やろ。先生ですよ。お前や。お前か。ああ、お前なんか平民やもん。平民か。あ、お前王様やから。お世話。あ、お前って言ったらあかんねんな。そうや。バチカブリ様か。バチカブリ様。バチカブリ。バチカブリ様やな。なんか腑に落ちひんねんけどな。おかしいな。おかしい。王様やで。はい。なんかそんなわけ。なわけで、バチカブリ、バチカブリ。もう今日もなんかもう人様の予約に立つことを言え、もう。昨日はなんかでもあれやな、えらい広島カープの話。そうや、ね、カープ、広島。カープカツ言うてね。そうや、うん。昨日食べましたけど、美味しかったですね。食べましたけど、うん、カープが勝つように勝つという、ね。あれな、カープの公式グッズだったな。あ、そうな。あ、そうな。あ、そうな。お前が言う、見つけてきたんや。前は。というわけですけども、はい、今日はなんかいろんな話ありますけどね。なんかまたお役に立つことを話してくれるんでしょうね。うん、役に立つ話しようか。マジで？やった。あれね、あのモードの話ちょっと今してるついでにね、うん、あのモードの話をもう少し詳しくした方がいいかなという、うん、ね、まあ、ちょっと詳しくも話聞きたいなっていう、僕の生徒さんなんかもね、うん、たくさんいらっしゃる。要望がありました。はい、授業なんかでも要説明するんですけどもね、うん、まずはもうモード、ジャズの使われるモードといえばもうドリアンですね、うん、ドリアンっていう名前覚えやすいね。食べ物もドリアンっていう食べ物があるしね。臭いやつね、あのほんまに、うん、食べ過ぎたらちょっとほらほらキモいやつだ。食べたことあんの？ないね。ないね。あ、でもあの乾かしたドリアンのスナックなら食ったことある。あ、意外とうまい。意外とうまい。うん、でももうあの匂いはな。でも食べ過ぎるとなんかね、あのいろいろあると。マジでもうあんなん食べ過ぎるほど食べるってどうよ、うんうん、っていうか、まあ、そのドリアンっていう、ね、名前がすごい覚えやすいっていうのもあるしね。まあまあね、僕が初めてジャズ系に入って、うん、いきなりこうね、うん、さあピアノ弾けって言われて、ドリアンやって言われて、ドリアン弾けって言われて、え、ドリアンって何ですか、ハードル高いの、食べ物ですかみたいな。ハードル高かったね。僕が軽音楽部に入ってね、うん、まあ、今でいうジャズ犬ですね、うん、入ってで、ピアニストがおれへんから、まあ、弾きに来いと言われて軽音楽部でね、そんな文言入れといてドリアン弾けとかもすごいな。うん、っていうか、まあ、昭和怖いな。昭和怖いよ、うん、もう あの時代はやっぱりね厳しいからね、できなかったも自分で学べみたいな感じでね。できなかった娘ってやつか。娘、そうそう、娘ってことですね。まだ娘いうやつな。できないやつは正座1時間とかね。あ、怖。体育会系ですね。何それ、音楽やっとる人らかそんなんやっとんか。厳しかったよ。怖いな。で、僕は初めてそのジャズのね、軽音楽部に行った時は、ね、うん、あのピアニストがちょっと今足らんから弾いてみひんかいことで、うん、行って、うん、で弾いたんですね。で最初こうやって、うん、それジャズちゃうからって言われて、あ、これ、あ、ブギウギですかみたいなね。今で言ったらブギウギやけど、ね、あ、そうか、うん、さで、いきなり先輩が弾いたんが、マーリス・デイビスのこれですね。そう、ファットですね、うん、で、そんなもんジャズ始めたっていうか、ジャズ何も知らんといきなりジャズ系に
あのね、入部しますとか言って来てる人間にいきなりショーハットでしたけどね。生きてんな。みたいな。じゃ分からん、わけ分からん。先輩それどうやってアドリブするんですかって。ドリアンや、ドリアン、ドリアン引くんやって。それわざとや。ドリアン、は？ドリアン。ドリアン食べ物ですかみたいな。それはね、わざとだよ、お前、いじめられたんだよ。いやいや、そうじゃない、そうじゃない、決していじめられたんじゃなくよ。違うのか、うん、あのもうあのジャズ系にピアニストとして来んねんから、そんなことはね、知ってるんじゃないですかみたいな感じですね。でも僕は全然知らなかったからね、うんうん、それまで僕はロックピアノとかね、うん、まあ簡単なポップスとかね、うん、フォークソングとかねしか弾いたことなかったんで。戦争が終わっていうやつか。まあそうやね、そういうフォークソング、僕らは生まれたとか、あるよね、そういう曲ありますね。そういう、うん、杉田二郎さんですけどもね、そうなんですけど、杉田二郎のコンサート行きましたけどね。マジでやっぱりそういう世界におったんやないましたね。さようかで、まあそういう僕がですね、いきなりジャズ芸に入ってやらされたのがソーファットです、うん、なるほど。できたんか、それで。できるわけがない、分からない、意味分からない、やっぱり分からなかったのか、うん、でドリアン、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 もうそうやね、半年ぐらい分からんとそのままねやってましたけど、ね、怖いな、うん、でまあ先輩曰く発見引いとったらええんやと、うん、左手は、D、まあ、例えば D ドリアン、D ドリアンですね、Dマイナーのコードを弾いて、うん、あとは発見適当に弾いとけと。マジで、うん、そう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 。で今度は、なんだっけ、 E フラットドリアン、それ呼吸入っとるじゃん。いやこれはだから E フラット、 E フラットドリアンやから E フラットドリアン、それと D ドリアン、この2発だけでアドリブをするんですね。デイドリアンだったら発見だけでいいんやな。そう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 、うん、これは誰でもできるから今日ぜひみんなチャレンジして。ワイもやる、ワイもやる、ワイもやる、やってみ、この辺で弾いてみ、はい、ちょっと待てよ、どうしようかな、あ、適当に弾いて、はいはいはい、そう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 、次で黒鍵ばっかり弾いてみ、はいはい、発見、イエーイイエーイ、そう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 ですね、あのバカでも弾ける、あ、じゃなかった、バチでも弾けるバチでもバチでも弾けるバッチでも弾ける、ちょっと待って、ちょっと待って、モードあのです、ね、両方失礼、それ両方失礼やから気持ちにかけるぞ怖いな、まあ王様やしな、バッチでも弾ける、両方失礼やと言ってる、バッチでも弾ける、それも失礼モード、ね、それも失礼やから、もう、なんでこいつまあまあな、それでつまり D ドリアンというのは発見だけ弾いてればいいわけね、うん、じゃあバッチャンでも弾けたわけやね、はい、それから今度は E、うん、E フラットドリアンというのはあの、まあ、黒鍵がほとんどですね、うん、ね、こうドラえもん弾いても弾けちゃうわけね、かっこいい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 、そうですね、そうは好きやね、これね、だから発見だけ作ってれば、まあ、で発見というかレミファソラシドレサイを使ってればいいねんけども、うん、押さえられるね、コードもこの辺適当にね押さえてればいい、うん、かっこいいよね、かっこいいな、うん、でまた上に登って、こんなかっこよくなっちゃうわけだよね、かっこいい、そうですね、ドリアンです、はい、漏れそう、かっこよくって漏れそう漏れそうか
ね、ちょっとこう物悲しい、物悲しいというよりもなんかこうかっこいいよね。マイナーやねんけどもかっこいいよね。うん、同じマイナーでもね、エオリアンとかはねちょっとこう物悲しいよね、うん、まあ、いずれまたこれも紹介しますけどもね、エオリアンは。なんかこう雪が降ってる、寒い感じですよね、これは。これはエオリアンですね、はい、でもドリアンはちょっとこう、都会的なマイナーがしますね、なんかすごくね、うん、吹雪とかじゃなくてなんか都会的な感じやね、うん、ドリアンはもちろん、一つじゃなくてデードリアン、デ、E フラットドリアン、 E ドリアン、 F ドリアン、ね、G ドリアン、エドリアン、かっこいいでしょ、こうやって変えていくとね、というわけで、ドリアンは何からできてるかっていうと、3番目の音がフラット、7番目の音がフラットしてますね、うん、だから例えば C のスケール弾きました、3番目と7番目を下げるとドリアン出来上がり、ドリアンの出来上がりですね。じゃあ今日はドリアンで即興演奏してみようか。ね、ドリアン一本だけで、うん。ね。キー何がいい？ね。キー何がいいって。じゃあ。分からん。分からん。C の C マイナー C のドリアン。うん。なんか台つけて台つけて。何表していくか。何表していくかやな。何がいいと思う？まあ何表すって。まあドリアンだからまあいやでもちょっとこういうかっこいいくらい。感じやね、うん、かっこいい世界か、クールクールな感じ、クールな世界、ドリアンについて詳しくお話をいたしましたけど、どうでしたか、バチカブリ。かっこよかった。かっこよかった。前も弾けた。最高。そうですね。バチカブリでもこう弾けてしまいましたね。そういう言い方はやめようと。なんでバチでも弾けるとかもやめてくれる。そうか。じゃあ。アイコン名でも歌手やからな。そうか。ミュージシャンやからな。あ、そうなんや。ごめん、ね、ミュージシャンか。ね、ほんまか、よし、じゃあ今度お前なんかさせるぞお前何ができんのお前目つぶし、目つぶし何言ってんのな、はい、というわけで今日はドリアンについてお話ししました。はいはい、ね、ドリアンについてお話でした、はい、いかがでしたか、楽しかった、楽しかった、前も楽しかったかっこいいね、うん、ドリアンね、はい、まだね、こうモードの話はまたね、うん、こう機会あるごとになんか詳しく話してもいい、ね、今日ちょっとドリア、楽しいね、かっこいいね、ドリアンについてちょっと詳しく話しましたね、うん、だからこういうカラクリが分かると面白いかなって、ね、うん、そうですね、カラクリですね、カラクリ、お前もカラクリで動いてんやろ、うん、なんじゃあ生きてるってやめてくれよ、それまるで人形のような言い方、お前生きてんの、生きてる、生きてんの、生きてる、まあ人形やけど生きてる、命があるのか、こう見てもね命やで、ほんま、うん、なかなかどうやって動いてんのかな、これな、なんで動いてんのかな、まさか今、お前は
どうやって動いとんやん。俺は俺だってそんなに聞かれても知らんよ。ちょっと一緒やん。お前も分からへんわ。俺分からへんな。まさかお前指とか、その中に指とか入ってへん。入ってへんな。入っとるわけないやろ。入っとるわけないもんな。入っとるわけないやろ。もう生きとんのに。生きてんねんな。命やのに。そうやな。うん。こうやって痛いやろ、こうやって。痛い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 。あんまりもそういうことやってからかとやめてくれる。髪の毛直そうか。よしよし。よしよし。髪はしろ。よしよし。イエーイ。だから皆さん、こいつばっちゃん生きてるそうです。ね、生きてますよ。生きてますからね。決して今度からなんか人間が生まれてる。あ、そうか。分かった。あと人格があるんだよ、生まれて。人格どころかもうね、うん、もう教養もあるよね、お前。教養もあります。ものを考えるしね。考えます。そうね。人間も自己主張もするし。人間かお前。人間なんだ。人間。大変人間。人形やけど人間や。え、なんて言ったの？人形やけど人間や。人形じゃいう自覚くらいはある。だそうです。何でも生きてるよ。だそうです。まとめて。まあ、今日はドリアについてでした。楽しかった。かっこよかったね。というわけでね、今日もね、これで終わりでございます。今日もね、ここに登録って出るよってな。登録して、前田とお友達になってくれたら、おいとっても喜びます。というわけで、今日はこれでおしまいでございます。それでは皆様、おやすみなさい。